レナート・ラファエル・ヌニエスは、ベネズエラのカラボ・ボシュバレンシア出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。MLB のミルフォー・キー・ブルワーズ参加所属。2010年にアマチュアフリーエージェントで、オークランド・アスレチックスと契約して、プロ入り。2011年、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・アスレチックスで、プロデビュー。53試合に出場して打率。268。 五本打、二28打点、1盗塁を記録した。2012年は、ルーキー級アリゾナリーグアスレチックスでプレーし、42試合に出場して打率。325、4本打、四42打点、4盗塁を記録した。2013年は、A 級ベロイトスナッパーズでプレーし、128試合に出場して打率。五十八、十九本塁打。 85打点に盗塁を記録した。2014年は A 級ストックトンポーツでプレーし、124試合に出場して打率。279、29本塁が96打点に盗塁を記録した。7月にはオールスターフューチャーズゲームの世界選抜に選出された。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。 2015年は A 級ミッドランドロックハウンズでプレーし93試合に出場して打率278、18本塁打61打点1盗塁を記録した7月には2年連続でオールスターフューチャーズゲームの世界選抜に選出されたオフにはアリゾナフォールリーグに参加しメサソーラーソックスに所属した2016年マイナーでは トリプル A 級ナッシュビルサウンズでプレーし、128試合に出場して打率、228、23本類打、75打点に投塁を記録した。9月12日にメジャー初昇格を果たし、同日のカンザスシティロイヤルズ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは9試合に出場して打率、133、1打点を記録した。 2017年は8試合に出場して打率201本類打3打点を記録した2018年4月15日にウェーバー工事を経てテキサスレンジャーズへ移籍した5月11日にディエフェとなった2018年5月13日にウェーバー工事を経てボルチモアオリオールズへ移籍した5月15日に マイナー契約で参加の AAA 級のオホークタイズへ配属された。7月20日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年は2球団合計で90試合に出場して打率258、8本塁打、22打点を記録した。2019年8月14日のヤンキースタジアムで行われたニューヨークヤンキース戦で 自身初の1試合5安打を記録した。シーズンでは主に指名打者として109試合に出場し、31本塁打と90打点はチーム2位を記録し、24に塁打はチームで3位だった。2020年11月20日にディフェとなり、25日に自由契約となった。2021年2月10日にデトロイトタイガースとマイナー契約を結び、 スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。4月11日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。4月21日にディエフェとなり26日にマイナー契約となった。8月11日に再びメジャー契約を結んでアクティブロースター入りしたが21日に再びディエフェとなり23日に マイナー契約で参加の AA、A、級、トレド・マッド・ヘンズへ配属された。直後の8月27日に自由契約となった。2021年8月30日に、ミルウォーキー・ブルワーズとマイナー契約を結び、参加の AA、A、級ナッシュ・ビル・サウンズへ配属された。ありがとうございます。